庭桃形とは、江戸時代中期から後期にかけての大阪の浮世絵師。庭桃形によって、河内名所図に描かれた、葛城の岩橋図富、関月の門人。名は、元国。通称は、大黒焼き兵。字は、白寺氏。安市中安、桃形、桃形山人とコース。鉄甲子葉丸の門人で、強化もよくし、強化名を、おそ道と言った。 大阪の人で、島の内小比基町北の町に住んでいた。しとみ間月に絵を学び、天明末期から文政にかけて、風景画や花鳥画をよくし、絵本や教科本、特本、国景本、名所図絵、絵で本、節用集、長方記などの挿絵を多く描いた。主要な作品として、天明六年観光の国景本、つべこべ草五貫五冊、完成十年観光の 神杉長報記一冊、完成十二年から、文化元年観光の絵本、絵本周囲の胸垣、前編十三編後編十編、完成十二年観光の、階段弁毛うろく五巻五冊、文化期観光の工業書、鈴見堂図録一冊、共和元年観光の、河内国名所図絵、文政三年観光の営利教科本、教科ともの文庫三巻の差し絵などが挙げられ、 説明書税9巻12冊の挿絵は見事なものであり、また、上好き長宝記は当時の岩見国における上好き、静止の様子をよく捉えている。その他に、浄土新宗に関する阿弥陀教随門記1冊、文化9年には、新言宗に関する微写門天皇霊元記5巻5冊などといった宗教書も手がけている。文政五年十月十五日死去、去年十三。 墓所は、大阪市天王寺区、生玉寺町の縁通寺。法名は、東誉ま詳細全城門。ありがとうございます。